金津山古墳は兵庫県芦屋市か町にある古墳。形態は前方公園墳。芦屋市指定史跡に指定されている。金津山古墳阪神内出駅から北東へ約100メートル付近の住宅街、標高9から10メートルに位置する。芦屋市南東部六甲山地から大阪湾へかけての緑が丘丘陵上に立地する大型墳の一つ。 古墳時代中期後半に築造された。墳丘は前方部が通常の前方公園墳より短い帆立て替形前方公園墳である。前方部は鎌倉時代室町時代に工作地開発によって削られ、現在は高さ約4.4メートルの公園部のみが、円墳状に残っている。これまでに実施された発掘調査では、 公園部の墳町に埋葬施設の粘土角の存在が確認されている。また、墳球をめぐる集合跡からは多数の埴輪兵や吹石が出土している。墳球の北西側では珍しい二重集合が見つかっている。また、この古墳には金塚、大門塚、金塚丘といった別称があり、これらの由来にまつわる次のような伝説がある。昔、うちでに、 平安時代の皇族、阿保神皇の別荘があった。神皇は村人たちを深く愛しており、そこに金河原一万枚、黄金千枚を埋めて、村人の飢餓に備えた。2010年に足足指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。